今日の試合、新人戦で準決勝当たった東と試合で、メンバーもあんまり揃ってない状況で、どう戦うかっていうのを今週話してて、やっぱり今いる戦力でどう戦うかっていうことを考えて、やっぱり一人一人の武器を生かそうっていうことを考えて試合に臨んだんですけど、前が引いてちょっと受け身になって失点したシーンがもったいないかなって思ってます。前半のクーリングブレイク終わって、話して、それで前の選手がいけてなかったんで、そこをチームで鼓舞して自信持って生かして、そしたら前半の最後らへんハマったんで、後半もこの勢いでいこうってチームで全体では話してました。メンバーいない中で、まあ、2-1 で失点は守備陣はちょっとダメだったんで、前は1点決めてくれたんで、今いる戦力でこんな戦えたんで、まあ、今のいない選手帰ってきたらもっとやれると思うんで、選手権はそこをもっと出していきたいと思います。選手権は今回2回戦からじゃなくて1回戦からで、やっぱりいつもより試合数多くなるんですけど、やっぱり自分たちは謙虚で全員でやろうっていうのがチームの目標で、やっぱりそこを一戦一戦大切にしてトータルフットボールを掲げているんで、それを実行して決勝残って全国行きたいと思います。今日途中から出場して点を決めれたので、すごい自分の中では良かったです。俊君からいいパスが来たんで、あとは自分の得意な形だったんで流し込むだけでした。自分が入るときはまだ負けてたので、まあ、ここで流れを変えたいと思ってました。もうずっと勝ちたいと思ってたので、まあ、勝てなかったんですけど、点は決めれてよかったです。リーグ戦が始まってから得点がまだ1点しか取れたので、選手権に向けてもっと点を取ることと、まあ、自分のハードワークを生かしてもっと走りたいと思います。